土壌肥沃度とは、農作物の生育の場を提供し、農産物の品質と収率を一定以上の水準で持続させる土壌の性質である。すなわち、植物の生育を維持する土壌の能力である。土壌肥沃度の高い土壌とは、いわゆる肥沃な土壌であり、そこに育つ植物の生育が良い。肥沃度の高さは次の要因が関わる。2008年に、 土壌肥沃度の評価と管理の方法に関するシンポジウムが開かれ、肥沃度の決定要因、肥沃度村の実態や対策などが整理された。農耕、その他産業活動に用いられる土壌において、土壌肥沃度は土壌保全の観点から徴用される。補壌の肥沃度を評価するためには、補壌から土壌資料を採取して、分析により各種特性値を決定する。 特性値によって変動係数は大きく異なり、例えば C、N 比で6%、全窒素で13%、下級体窒素で24%である。この例のように栄養成分の場合はその生態利用度が高いほど、その変動係数も大きい。許容される誤差範囲に応じて、どれくらいの時間及び距離間隔で飼料を採取するかを決定する必要がある。 補助単位ではなく、集落営農を対象に土壌特性値の空間変動解析を行う場合、地形の影響を強く受ける土壌有機物や流形素性などの特性値が有効である。これらの特性値を利用することで土壌用分野排水性を考慮した林間ブロックを設定することができる。林間ブロックでは下級体窒素などの特性値に基づき、 施肥などの局所管理が肥沃度の維持、向上に有効である。土壌有機物の蓄積と分解に対する多畑林間の効果は、日本土壌肥料学会シンポジウムで整理された。肥沃度の低い砂質土壌においても、資材使用により、下級大林産量や微生物バイオマス量は優位に増加し、肥沃度は増す。窒素、林。 カリウムの3つは土壌肥沃度に最も重要な植物栄養素であり、植物の生育を促進、維持するために非常に重要である。ただし、リンとカリウムについては、生物が利用可能なリン分であるリン酸と水溶性のカリウム分であるカリの量が重要である。一般的に植物栽培用の土壌には、人の手によって外部から酸要素を含めた栄養素を加える必要がある。 三要素のうち、生物が利用可能なリンは、最も多くの場合に、植物の栄養不足の原因である。窒素とカリウムについても、それらの不足による植物の生育不良は、起こり得る問題である。栄養素、特に肥料の三要素の濃度は普通、肥料分析で決定されており、成分量が表示されている。日本の肥料取締法には一部の肥料において、 含有すべき主成分の最小量、または最大量の表示が義務付けられている。特殊肥料においても、おでを原料としない体皮と動物の排泄物の場合は、肥料成分の表示が義務となっている。成分量の表示方法は定められており、例えば10から10から15と表示された肥料は窒素を10%、リン酸を10%、狩りを15%含む。 硫黄分が第4の主成分として表示されることもあり、その場合、ハイフンで区切って4番目に成分量が示される。例えば、21から0から0から24は21%の窒素と24%の硫黄の含有を示す。化学肥料と有機肥料は栄養の供給能力において性質が大きく異なる。土壌肥浴度は有機体から無機体へ。 あるいは無機体から有機体への複雑な過程により決まる。有機体の栄養素は植物に吸収されず、微生物に分解されて無機体となる。この過程を無機化と呼ぶ。植物と同様に多くの微生物は窒素、リン、あるいはカリウムの無機体を要求し利用する。このため土壌微生物は植物とこれらの栄養素を競合する。 微生物に吸収された栄養素は微生物バイオマスとなり、植物に利用されず、水の移動で移動せず、その微生物の生息地に固定される。この過程を固定化と呼ぶ。固定化と無機化のバランスは主要な栄養素によって決まる。微生物にとって個々の栄養素の生態利用度と存在比率によって決まる。落雷のような自然現象によっても、窒素分子は、 小三ンのウニに変換される。水田などの浸水条件といった嫌気条件では、無機体窒素は窒素分子となって土壌から抜け出すことがある。この現象を脱窒と言い,い、脱窒菌によって引き起こされる。非イオン主にリン酸やカリと多くの微量要素は、非イオン交換によって、負に帯電した土壌粒子と強く結合し、保持される。2008年に、 林系肥料の基本の商品である林鉱石の価格は8倍に上昇し、肥料としての林の費用は2倍以上に増加した。世界中で発生している林鉱石の生産制限をピークフォスファースという。灌溉用水の品質は土壌の肥沃度と液光性を維持するために、また植物がより深い土壌深部を利用するために非常に重要である。公園規制の水で灌えすると、 不要なナトリウム塩は土壌に蓄積し土壌の排水能力は非常に悪くなるであろう。塩基性の土壌中では植物の根は最適な成長のための土壌深度まで伸びることはできない。低 pH 酸性の水で考えすると有用な塩は流防水に溶けて酸性土壌から失われる。加えて植物に不要なアルミニウム塩及びマンガン塩が 土壌から溶出し、植物の成長を妨げる。高潮分水が観察された時、あるいは十分な水が、考え土壌から排出されない時、土壌は潮石土壌となる、あるいはその火力度を失う。高潮分水は、防圧、または浸透圧を強くし、植物の根による水や栄養分の取り込みを妨げる。塩基性の土壌では、氷土の損失が引き起こされる。 雨水が土壌表面を流れ、または排出されると、水との接触により、塩基性の土壌粒子はコロイドになり、氷土が流されるためである。このような土壌は、作物栽培により肥沃度を低下させないが、不適切な考えや、酸性雨によって、不要な無機塩類の蓄積と、有用な無機塩類の喪失によって、肥沃度は失われる。植物の成長に適していない土壌でも、 考えと排水を適切に行うことで非欲度を改善させることができる。植物は光合成のために太陽光と二酸化炭素 CO2 を必要とする。典型的な窒素、リン、カリウムの制限下では低濃度の二酸化炭素は植物の成長の制限要因となる。CO2 が 300ppm 以上に増加したとき、植物成長を促進させる。 CO2 のさらなる増加は、光合成の賞味の等生産量を非常に小さい程度に増加させる可能性がある。大気中の CO2 濃度は、光合成の結果にのみ、最小限の影響を及ぼすので、路地畑の植物の成長不良について二酸化炭素の影響が原因となることはない。したがって、土壌飛沃度に空気が影響することは、まずない。 日本国内で水田の添削は1969年から米の生産調整のため開始された。1978年から水田利用再編対策が実施され、米の減炭だけでなく他の作物の自給率増加のために多畑転換が広く推し進められた。1980年以降は水田面積、 約290万ヘクタールのうち調節面積は50万ヘクタールを超え2009年度には作物が作付けされた水田233万ヘクタールの約3分の1が20歳利用されると見られている近年大豆等の収量が減少している農林水産統計では水田利用再編対策が開始された1978年から10年程度の間に 単位面積あたり収量が増加した地域、おそらく大豆畑への林間が強力に進められてきた地域でその傾向は見られる。特に富山県では県庁である。富山県では大豆ご水筒で気質素量の削減率が縮小されている事例や感度効果が低下している事例が報告されている。林間の繰り返しで土壌の有機物が安有量が減少するなどして、 土壌肥沃度が低下していると懸念されている。一方、林間多畑での水稲栽培では、高温気象で玄米の外観品質が低下している。米の高温当熟障害は、当熟期での植物体内の窒素含量が低いと助長される。このため、施肥量の減少と自力の低下が原因であることが推測されている。林間多畑では、 淡水の還元環境と落水の酸化環境が繰り返されている。このため、林間田畑と連作水田では有機物の総量や蘇生の挙動が異なると予想されており、林間田畑での土壌有機物の胴体解析等の被翼度実態の研究が行われている。日本土壌肥料学会のシンポジウムで、 水田からの林間畑の火翼度についての知見は総合的に検討された。田畑では時間経過とともに土壌有機物の総量や組成が変化する。電波多林間の繰り返しではその化学動態は連作の場合と異なる。微生物の分解による土壌有機物の変化は発熱を伴い死者操作熱量測定で分析できる。発熱量は 下球体窒素量と概ね相関があり、発熱ピークは2つある。DSC 分析では低温分解成分と高温分解成分の2種類が観測できる。前者は臨寒の度に単調に減少し、後者は4回程度の20日を経て減少する。10年度の水田からの転換畑での大豆の初期生育には前作に空豆属の絵。 アリーベッジを導入することが有効である。そのメカニズムとして佐藤らはヘアリーベッジによる蒸産作用と根の身長に伴う亀裂構造の発達を推定した。飼料稲を4年間栽培した後に大豆畑に添削した場合でも完熟堆肥を適切に使用することで窒素肥浴度の低下を抑制できる可能性がある。土壌肥浴度に貢献する成分や条件がある。 一定の水準以上に維持されていないと土壌の劣化が生じる。土壌劣化は作物の収量や品質を低下させる。農業や園芸など人為的な栽培では過度の栽培や不適切な土壌管理が原因となることがある。土地利用が急激に変化した時に土壌の肥沃度が大きな課題となることがある。例えばニューイングランドでは入植者が入植の際に 多くの土地を劣化させた。多くの動物の群れを放牧したこと、土壌の堆肥の補給をしなかったこと、様々な要因から土壌の侵食を引き起こしたことが原因である。ウィリアム・クロノンは、この件に関して、チェンジズ・イン・ザ・ラント、インディアンズ、コリネスツ、アンド・ザ・エコロジー・オブ・ニュー・イングランドで次のように指摘している。長期間にわたる作用が土壌を危険にさらした。森の伐採。 破壊的な洪水の増加、動物の放牧による草の背丈の低下と、土壌圧縮、及び工作。これらすべてが侵食を高める要因となった。USDA 土壌分類法による土壌型の分布。濃い緑で示されたマラサルズは、土壌肥沃度が高い。ありがとうございます。